してないからいいかなみたいな感じ。そう、メイクしてないんだよね毎日今日から。そうだよ、ダメだよ。昨日もうねこれ使った人はねあれだから、それはちょっとはってなるからね。よろしく、そこのとこよろしくです。定型文ねつけるの忘れてた。頭しか見えません。みんな話聞いてみんな話聞いててよ。今日からおすね、よろしく。もう今日からおすねで埋まっちゃってる。よろしくお願いします。今すぐみんななんかね、ツイッターの何説明自己紹介を出るところに私の名前を書いててください。よろしくです。よろしく。みんな発言に責任を持つんだよ、ちゃんと発言に責任を持ってね。覚えとくからね、みんなスクショしとくわ一応。みんなのことを信用してないというわけではないけど、スクショしとくわよろしく。手堅い応募したから ありがとう。手堅い、昨日までだったんですけど応募してくれた方ありがとうございます。絶対当たるよ、100当たると思うよろしくお願いします。今ねアイロンしてる。よろしくお願いします。みんなこんにちは。日の出、初日の出。ねえ、ニキビがまだ治らないんだけど、なんで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 。ほら見てわかる？こっちはさ髪の毛まっすぐだけど、こっちはぐちゃぐちゃなの。そう、スクショして証拠を押さえたの。よろしくです。まあ、単押しになるまでは言わないですかね。今日珍しいでしょ、服こんな感じの服。え、なになになに、え、なんか飛んでるんだけど。右利きだからじゃなくて、こっちまだねやってない、アイロンやってないからだよ。そう、女の子は大変なんだよっていうお話、お知らせ、みんなにお知らせ。こんにちは。なんだろう今のギフト、年越しそば、もしかして年越しそばなの。何人までが単押しですか。え、単押しの意味知らないの。みんな単押しは一人だよ。単押しは一人です。どういうこと。やってないんか。雪女ぐらい綺麗だね。やった、雪女好きだから嬉しい、ありがとう。褒め言葉と受け取っておくね。今日はもう今年あと2日ですね。早すぎる、早すぎるよ。そんなの早すぎるよ。今ね、あの最後のお話大会っていうのをツイッターやってインスタグラムでやってるので、ぜひ送ってね、何でもいいよ、何でも送ってください。みんなやってるけど、私もちょっと波に乗っかって。よろしくお願いします。今日からおすね、ありがとう。でもアットサキポンにメロメロって書いてあるサキさんに、じゃあ私の名前も追加でよろしくお願いします。こんにちは。手形買いました、ありがとう。楽しみですね、楽しみにしてください。私も楽しみ。こんにちは、こんばんは。こんばんははさ、定型文ないのかな、ちょっとよくわかりません。
ケーブルちょっと作るの忘れちゃった。これはあったりやっとこうと。今日風強いんだ。名古屋ですか？風強いんだ。飛ばされそうになった。めっちゃ軽いじゃん。こんにちは。こんにちは。夜になると定型文がこんばんはになる。なるほどね。すごいね、ショールーム。お、髪の毛がちょっといい感じになってきましたね。あ、目になんか入った。最悪。待って、最悪だ。あ、目になんか入った。今日はマスクをしちゃうので顔半分上からしかメイクしてないんだ。だからこんな感じで配信してます。あ、もうね、星でね、みんな星でね、顔が見えないね星で顔が見えない感じになってるけど。大掃除、大掃除、大掃除ってどう、何するのみんな。窓拭いたりするの。昔はやってたの、実家で。こんにちは。え、なんかいる。何、え、すごい。何何何、ギフト、ギフト。なんか、何これ、すごいんだけど。なんか、うお、また来た。何、ちょっとありがとう。何これ、ネズミ。ありがとうって書いてあった。断捨離かな。あ、そう、断捨離めっちゃしたよ。なんなら、なんだっけ、あ、みんなそんな感じ、メイク。でもやっぱお仕事とかだとさ、フェイスシールドしたりするから。あとはね、お仕事だとやっぱ顔見せるお仕事が多いからちゃんとメイクするけど、今日は違うからマスク取らないかなと思って。初めてだから、どうやってさ、やったらいいのか分かんなかった。マスクじゃない、顔の上だけメイクってどうやってやったらいいか分かんなかった。パッツンが似合いそう。嘘、パッツン似合わないからさ、こうしてるんだけど。で、パッツンの女の子って可愛いよね。私は似合わないからやってないけど、似合いそうだって。また今度やろう。前髪切ったらパッツンになりがち。ネズミ年、そっか、ネズミ年か。今日ね、マスクして、マスクして配信しようと思ってたんだけど、こうなった。今前髪何点？ 3 点ぐらい。全然ダメです。あ、別に適当でいいやって感じ。お腹すいた。ネズミ年だったんですね。ネズミ年っぽい写真載せよう明日。今日か、うん、でもね、載せたい写真が2個あるの今。だから今日と明日どっちがどっち載せようと迷ってる。どうしようかな。こんばんは。来年は牛年。 Nice to meet you。 やってたよね、去年ネズミ年のメンバーが。こんにちは、こんにちは。誰かの配信も、ももたんの配信終わったなんか急に人が誰かの配信がきっと終わったんだ。こんなに人が急に増えるってことは。こんばんは、こんにちは。でも今日、明日は見に来れない方もいるかもしれないから、みんな良いお年をだね。良いお年をかもしれない。良いお年を。今年もありがとうございました。良い私をしました。私はもうメンバーに今年は会わないんで、良い私をって感じ。最後に、あ、はい、ここで問題です。あ、良い私をだ、ありがとう、すごい。良い私を、ありがとうも来た、ありがとう。問題です。ここで私が2020年最後に会ったメンバーは誰でしょうか。チッ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 
ちちちちちちあと10秒。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。ピピー終了です。おお、アイリちゃん、ココナさん、ナオさん、アイリちゃん、アイリちゃん、アイリちゃん、正解はアイリちゃんでした。正解はアイリちゃんでした。あ、エゴさんにもあった、同じ日に。でも時間的にはアイリちゃんが最後でした。この間のね、仕事納め、アイリちゃんと一緒の仕事だったんで。ちゃんでした。まあ来年初めて会うのは誰になるのかわからないんですけど、私の仕事始めは手形会なので多分同じ手形会のメンバーだと思います。あ、でもその前に仕事があったかもしれない。まあみんなにね会えるのを楽しみに2020年も違う2021年を迎えたいなっても思うんですけど、レコード大賞始まったって。レコード大賞は AKB さんは何でノミネートしてるんですか？離れていても。今年あと何？サステナブルの今年、失恋ありがとうとか今年。こんにちは。11日2回公演なの？え、初めて聞いたんだけど、11日って2回公演なの？え、本当に？本当に？それは本当に？2回公演なの11日。まだあれなんだよね、成人式？どういうこと？成人式の成人メンバーの公演は8だよね、確か。公演なんだ。誰が出るんだろうね。2回公演一発目から大変だ。何、離れていてまで出るの？あの服めっちゃいいよね、大好き。もうずっと聞いてた、自粛中ずっと聞いてた。もうあれを聞いて心を落ち着かせて。成人式の振り袖はね、めっちゃ最もうね最近ねいろいろ調べてる。どんなのがいいかなって調べて、この間マキコさんが一緒にね考えてくれた、探してくれた。あ、みんな定型文を使ってくれてありがとうございます。あのみんなのこと覚えてるんでね、ちゃんとねこうやってガシャッとスクショしておきますんで、よろしくお願いします。把握の方、発言に責任を持ってよろしくお願いします。こんにちは。なおさんと同じの着れたら。それは着ないです。それはないですね。絶対にそんなことはしません、私は。いや、スクショしなくても目で覚えてるんですけど、ちゃんと覚えてるよっていうのを証明するためにあえてカシャってやってみただけです。リスナーレベルって何？そんなのあるの？リスナーレベルってあるの？そう、でもね確かにあれですね、手形会でこの人いたか、あれいたなって思い出せる。この人は今日からおすね。でも今日からか、手形会の受付昨日までだからな。今日から押したら間に合わないか。でもな、どうだろうな。まあ次の機会には来てくれると信じてる。リスナーレベルなんてあるんだ。私のねルームレベルはね100、111とかだった気がする。わーい、星がいっぱい、星がいっぱい、星がいっぱい。
これ今だけなのかな、このさっきのさネズミとかのギフトって。ネズミとかさ、良いお年をとか、年越しそばとか、かわいい。誰かのとこに投げに行こうかなこんばんは。あ、やっぱ111だって。うちまつげ上がってる。ショールームのギフトって可愛いよね。あ、来た来た来た、いっぱい来た、可愛い。待って、スクショしたかったんだけど、スクショしたかった。もう一回だから言ってじゃないですか皆さん。あ、ちょっと待って、さあ、ちょっと待って、スクショしてたらさ、スクショしてたらさ、ちょっとさ電源切れちゃった。ちょっと待って、みんな、あのギフト投げるときは、動くギフト投げるときは、あの宣言してからでお願いします。ちょっとスクショしようとしたらあれです、電源ボタンを押しちゃって切れました。初見よろしくお願いします。フォローしました。やった、ありがとうございます。あ、ちょっと今日から押すってすごいな。どういうこと。今日から押しますってみんな言ってくれてるから、私はそれを信じた。ちょっと、あ、できたかもしれない。できたわ、ありがとうって。できた。ネズミかわいいね。ネズミかわいい。いっぱい投げてる。嘘、え、時差何にもない。あ、ちょっとそばそばそば、あ、消えた。待って、無理だ。誰かスクショしてたら送ってくださいいつもこうなる結局。あ、ネズミ行きますって言ってくれてる。はい、どうぞ。来た、かわいい、ありがとう、できた。みんなもありがとう。いつもこうなっちゃうなネズミ2個できた。でもこれは明日もありそうだから、もし明日も、あ、待って、なんか 手にこういうのついてる。あと何だっけ、年越しそばと、あ、良いお年をってやつだ。良いお年をね。ねえ、今日のツイッター何載せようかな。あ、決めた、もういいや、あれにしようと。いいねしてね、みんな。今日はツイッターにスクショチャレンジね、いつもするんだけどね、あんまりうまくいかないんだよね。今日はツイッターに写真を夜載せるので、今日ここで今見てくれている人は絶対に絶対にリツイートといいねとリプをよろしくお願いします。リプライだっけ。リプもね、ちゃんと見ててないとね、悲しい気持ちになるので、よろしく。あ、ちょっと、いいお年を、ありがとうございます。そう、だからよろしくお願いします。ちゃんとね、いつもくれてる方は覚えてるので、いつもありがとう。年明けたらネズミから牛にか、すごい、そうだったらすごい楽しみだね。こんばんは。じゃあそろそろ壇上読んで終わります。13位、初めて見た。13位、あ、初めてじゃないや。13位、なんか槍持ってる緑の帽子の人。12位、ピースか、これはなんか赤い、あ、ピオスだった。ピースじゃなくてピオスさんのポーズでした。ピオスさんのポーズしてる赤い服の人。11位、オレンジのチョキアバターの女の子。10位、ニコちゃんマークの黄色い目が星の人。9位、古川愛理さんのアバターの人。8位、なんか楽しそうなクマ。スキップ、これなんかすごい変なじゃない、なんか膝曲げてるクマ。7位、ウーパールーパーが王冠かぶって赤いレッドカーペットの上にいる人。6位、ラスカルの人。5位、リュウカタツカ、でもリュウ名前呼びそうになっちゃった、リュウみたいな人。4位、うどん。3位、斧と王の持ってるクワガタ、これ正解教えて誰か。2位、古川愛理さんのアバターの人。
1位、猫、白い猫の人、ありがとうございました。あ、モモタンの配信変わったのかな。モモタンアバターがちょこちょこ現れ始めました。今頃大富豪、あ、大富豪ね、大富豪もやろうと。じゃあギフトもたくさん、面白い楽しいギフトをありがとうございました。それではあれですね、あとは今日はツイッターの写真と、あとインスタで質問をやってるので、質問というかお話したいかをやってるので、そちらで会いましょう。明日までに多分定型文を作っておきます。今日誕生日なの？え、おめでとう、誕生日おめでとう。素敵な一年になることを祈ってます。私が素敵な一年にしたいと思います。ありがとうございました。それでは明日見れない方は良いお年を。バイバーイ。